誰だろうな。宿題どうしようかな。何がいいかな。16日やろ。16、何がいいかな。何がいいと思う。何も考えてないんで どうしよう。何がいいかな。ある？リクエスト。リクエストありますかね。どうしよう。前似顔絵描いてもらったんだよね。誰かもわからんからな。よだちゃんの好きなところ。恥ずかしい、でも聞きたいな。いいかな。ちょっと恥ずかしいな。でも好きなところ聞きたいな。ちょっと嬉しいな、聞けたら。いいかな。私の好きな、恥ずかしい。 でも聞いちゃおう、誰か分からんけど。私の、書けました。みんなつむじじゃないよ、つむじじゃないよ、これにした。次のメンバーの方、私の好きなところ教えてください。好きなところ、恥ずかしい。ちょ、思い切っちゃった。1個でいいの？そんな何個も、なんか100個は無理やん。まあ、任せます。個数は成り行きで。 次の配信絶対リアルタイムで見よう。楽しみ。前回の配信メンバーからの宿題をねに答えていきたいと思いますが、こちら、次のメンバーの方、私の好きなところ、ゆうきより。雑やない？雑じゃない？これ、ゆうき見てるか？これ雑だぞ、ゆうき雑だぞ。はい。ゆうきの好きなところいっぱいありますけどね。なんかゆうきといる時って私すごいこう、なんて言うんだろうな、かっこいいキャラになるんですよ。でなんか誕生日の時も連絡くれたんですけど、なんかすごい可愛い絵文字たくさんついてたので、あの、ゆうき愛してるぞーって返して、ちょっとすいません、ラブラブでって感じなんですけど。ゆうきの好きなところは、いっぱいあるけど、握手会とかこう朝早い現場の時とかに、こうゆうきって基本こう、寝ぼけてるじゃないですけど、こうなんて言うんだろうな、すごい寝起きふわふわってしてるので、その状態でもこう、さーっとタタタって歩いて、何も言わずにこう隣とか同じテーブルに座ってくれたりするところは、なんか勇気にしかない優しさだなって思うし、私はそれをいつもすごく嬉しいって思ってます。はい。あと普通に顔が好き。私あれですよ、オーディションの時に勇気のことずっと応援して、なんかまさか自分受かると思ってなかったんで、あの最終審査で勇気に会った時に、ずっと見てましたっていう話をね、初めてしたのが勇気で、お互いにあの合格したら応援しますって言い合ったのが勇気だけなので。そんな風な大好きな勇気からの宿題でした。こんな感じでいいかな。でもこれは雑だぞ、勇気反省しろ。はい、そんなところでしょうか。ありがとうございます。はい。なんかすごいこんな感じの話になっちゃったけど大丈夫ですか？ね、ゆきは可愛いよね、それはみんな知ってるか。なんかさ、ここさ、さっきなんかぶつけちゃった。許して。はい。そんなところですかね、宿題は。はい、ありがとうございます、ゆき。あと最近ゆきがしおりってちゃんと呼んでくれるようになったよっていうのもご報告しておきますね。そんなところですかね。